今年はだからちょっとこう、まあ、ドロップショルダーしかり、はい、オーバー気味でバーンって切るっていうのは一つショートだけどワイドみたいな感じです、ね、そうです、そうですね。これはまさにアスペジのやつはショートだけどワイドですね。なるほど、これ一つトレンドキーワードとして覚えておきたいですね。そうですね、うん、はい、本当にザ大人の、はい、まあ、ダウンですよね。細身です、はい、タイトフィッティングですね、うん、だからかなりスタイルがよく見えるという、うん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 、どうですかフィット感が。同じくホワイトグースダウンみたいなの使ってるんですが、はい、ダウンっぽく見えないんですよ。確かにダウン、あれなんか線が入ってないですね、うん、そうなんです。後ろはおお、フォッサスタイル編集長の星場です。連載スタイルクリニック略してスタクリ、今日のテーマはこちらです。ダウンジャケット、これも冬のアイテムではもう非常に人気なんですけど、2023年、冬はどんなものが出てきたのか、今日もですねおすすめのダウンジャケットをいろいろご紹介していきたいと思います。ということで最後までご覧になってください。それでは行ってみましょう。どうぞ。はい、ということでもう大好きなダウンジャケット、はい、これも絶対持ってないことはないもんね。だって、はい、やっぱ毎年見ちゃいますね。毎年見ちゃう、はい、これ今まで買ってきたアイテムってどんなものが多かったの。まあ、でもやっぱり始まりは僕ノースフェイス、ね、それそうだね、去年言ってたもんね。そうなんですよ、これ持ってますって言ってたもんね。そうなんですよ、うん、でそこから大人系欲しいと思ってデュノ、デュノ、うん、真っ黒の、真っ黒のデュノ、デュノ、デュノも相当使えるでしょ。あれはいいっすね。もうシンプル、うん、真っ黒なんですけど、うん、本当何でも合うんで、うん、ただやっぱり年々流行りの形があるのかなと思って迷っちゃうんですよね、うん、なるほどですね。まあでも本当いきなり寒くなりましたから、うん、そうなんですね、慌てて探してる方多いと思いますけども、うんうん、今が一番本当にダウンが売れる時期ですからね、はい、ちゃんとしたシーズンになっちゃうと、はい、もうサイズかけてないとか、うん、そういうこと結構出てきちゃうじゃないですか、はい、だからこの時期から、まあ、もうつばつけておいてもう買っちゃった方がいいと思うんですよね。そうですね。ということで今回ダウンなんですけども、はい、まあ、大人のダウンっていうとこう長らく結構ロングでしょうと、はい、いうのは結構続いてたと思うんですけれども、ここ最近アウターがだいぶショートが人気になってきて、今回も結構丈の短いものばっかり揃えてますよね。そうですね、割と比較的丈の短いものを選んできました。長いものももちろんこの、はい、あの連載で紹介してるんですけど、うん、やっぱ軽快さということと、あと着やすさ、うん、あとどんなアイテムにも合いやすい、はい、で例えば運転するときなんかも長いものだとどうしてもね、うん、なんかここはついちゃうと運転しにくいと思うんですけど、まあ、ショート丈だったら割と、まあ、運転も大丈夫と、はい、ということで結構肉厚のダウンが、はい、をちょっと今日は持ってきたんですけど、はい、ポイントはやっぱりねダウンの量とか もちろんあるんですけど、うん、バランスがよく見えるかっていうことなんですよね。バランス、はい、はい、で一発目に紹介するのは実は、はい、なんてことない黒のダウンに見えるんですけど、うんうんうん、これ非常によく計算されてまして、これね、うん、アスペジというブランドなんですよ、はい、何がポイントかっていうと、まず着丈がちょっと短めですね、はい、先ほど言ってたように、うん、そしてボリューム感です、うんうんうん、ボーンとあるのと、うん、あとこのボリューム感ですね、うん、かなりボリュームあります、うんうんうん、はい、でさらになんですけど、ちょっと見ていただくとこれ分かりづらいですけど、ドロップショルダーなんですよね。あ、ほんのちょっとなんですけど、だから、まあ、最近はですね、あのいろんなコートとか、はい、アウターだけじゃなくシャツとかスウェットでもドロップショルダーねっていうの流行ってますけども、はい、ダウンにおいても、ダウンにおいてもそういうものが出てきてるので、やっぱりイタリアの、まあ、アスペジってすごくシンプルで、はい、すごくミニマルなアイテムを作るのが非常にうまいんですけど、そういうところでもやっぱりイタリアなんでトレンドのさじ加減が上手なんですよね。ほんのちょっと入れてるんですよ、うん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 、なのでこれはすごくお買いもなんかこう買いかななんていうふうに思いますね。これでも結構着こなし方が難しいような気がそうですね、ここはもう覚えておいていただきたいんですけど、はい、普通の白 T、まあ、もしくは黒 T、ボトムはデニム、はい、まあ、この、ね、連載でもよくやってますけど、本当ブラックデニム、はい、まあ、もちろんブルーでもいいですし、この何年かだとジョガー、はい、もうこれも十分ですね。下スニーカーです、もうこれでいいです。スタイリックリニックを今までずっと見てくれてた、はい、それからちょっとこう真似してくれてる方にとってみれば、はい、いや何にも工夫せず上から掘っちゃういいんだよと、上から掘れば全然 OK ですね、うん、それで成立しちゃうと、はい、確かに、ね、てかこれは真似しやすいでしょ。だって真似しやすいです、うん、全然いつものノア君のスタイル、はい、まあ、もしブラックデニムそんな履かない、いやでも履きます、履く、はい、だとしたらこのスタイルっていうのは多分取り入れやすいと思います、うんうん、ちょっと一回脱いでもらっていいですか、はい、だから脱ぐといきなり夏のスタイルみたいなでもこれが
都会だと思うんですよね。実際ですね、ダウンは都会で着るとなると、うん、下そんな着なくていいですもんね。もしこの上に着るとしたら、本当に薄手のニットですね。なんか丸首の黒のとかグレーのニットを着て、これだけでも十分だと思いますね。はい、確かに黒の本当にダウンっていうのは、まあ、色は使いやすいと思いますね。入れやすいですね。まあ、今まで通りにスタイルクリニックのスタイルでダウンを羽織る、はい、入れちゃうってことですね。はいはい、ただ、はい、そこにトレンド感を入れるか入れないかっていうのはそのダウンの形によりますかね。確かに、はい、今年はだからちょっとこう、まあ、ドロップショルダーしかり、はい、オーバー気味でバーンって着るっていうのは一つ、ショートだけどワイドみたいな感じ。そうですね。これはまさにアスペジのやつはショートだけどワイドですね。なるほど、これ一つトレンドキーワードとして覚えておきたいですね。そうですね、うん、はい、で同じようなところで言うとこれもそうです。ちょっとね質感が違います。今のがアスペジでこっち来てみてください、はい、今のさっきの、ね、はい、このアスペジの方はダウンが80、うん、でフェザーが20です、うん、はい、今着てもらっているのがこれ K3B ですね、うん、はい、でこれは何がいいかというと、まあ、同じような感じです、はい、ダウン量も半端ないですし、うん、ボリュームもあるし、ちょっとこのね質感ですね、ちょっとマットな感じですか。そうなんです。なんていうんですかね、ちょっとレザーみたいな、ちょっとでもレザーじゃないんですけど、ウェット感というか、ウェット感というか、うん、面白い素材感ですね。同じ黒でもだいぶ違いますね、印象は、うん、光沢が強いのと、うん、光沢がないのとという感じですね。ただダウン量はやっぱりこれもすごくて、うん、このダウン、ちょっと面白いのはダウンってここにパックで入ってるんですよね、こう、はい、こう入ってるんですよ。今見ていただいても分かると思うんですけど、はい、これはこのダウンの裏側にもう1ダウン入ってるんですよ。要するにここにも入ってるんですね。ここにも入ってるんですよ、うんうん、要するに横から見るとこうして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 るだけじゃないんです。ここにもダウンが入ってるんですね。へー、つまりこう継ぎ目のところで冷気が入りがちなところを埋めちゃうと、はい、そうなんです。それはここはなぜかというと、ここのつなぎ目、なんという言い方をするかというと、コールドスポットっていう言い方します。コールドスポット、はい、でコールドスポットからだいたい空気が入ってきて、はい、だいたい寒くなったりするんですけど、はい、これはコールドスポットがないんです。つなぎ目あるけど最強じゃないですか。じゃあだからこれめっちゃ今暖かい、暑いと思う。暑いもう裸に着てもいいぐらいね究極そうです。裸に着てもらっちゃってもいいぐらいの日のやつですね。でしかもここに止水テープがあるんですね。はい、本当だ、水テープ、はい、でさらにこの前のファスナーのところから空気が入るってことで、これもやっぱり寒いんです、はい、だからここにもダウン入ってます。なるほど、ちょっと面白いんですね。だからもう本当に寒くないようにという、これ1枚あればもう十分、うん、十分に冬は過ごせます。これも決定版みたいなもんじゃないですか。これついっすよそうです、まあ、スタジオだからねさっきめっちゃエアコン下げてくれましたけど、暑いっすね、俺。なるほど、着丈も短いし、うん、まあ、バランスもいいしということで、はい、まあ、これもすごくおすすめのダウンです、うん、なるほど、はい、次行ってみましょうか、はい、次はやっぱりイタリアなんですけど、うん、ちょっとまあお高いブランドです、はいはい、もうおなじみですね、ムーレイです、はい、あ、よく出ますね、はい、これはもう本当にザ大人の、はい、うん、まあ、ダウンですよね。ナイロンの素材もやっぱりいいんですよ。ちょっとこれを着てみましょうか、はい、ちょっともしかしたらノア君ちっちゃいかもしれないけど、これはダウン95でフェザー 5%、 軽い、まあ、ダウンとフェザーの量が違うんですけど、あ、かなりコンパクトですね。これは確かに大人のダウンって感じです軽い、はい、うん、そしてムーレーなのでやっぱり細身です、うん、はい、タイトフィッティングですね、うん、だからかなりスタイルがよく見えるという、うん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 、どうですか、フィット感とか。いや、すごいです、うん、フィット感がありつつやっぱりこう軽いので、うんうん、なんかあんまりこうゴワゴワしないというか、うんうんうん、動かしやすい。そうだよね、うんうん、でちなみにムーレーなのでちょっと開けてもらうと、これで傘のマークがここ3つついてて、はいはい、1つなので、まあ簡単な雨ぐらいだったら全然大丈夫です、ね、うん、はい、またこれジップがキラキラして、なんかいかにもやっぱ高そうな感じしますよね。ちょっとねこれはね高いんですよ、ね、こういうところもねすべてね、ムーレーのロゴが入っていて、まあ、さりげないんですけど、はい、ディテールまで完璧に作られてる、まあ、ラグジュアリーダウンですね、これこそね、ホワイトグースダウンを使ってますね、はい、でさっきのやっぱりアスペジと違うのはバランスです、はいはい、これこそ王道な、まあ、誰が着てもかっこよく見えるサイトフィッティングな、うん、まあ、ムーレのダウン、うんうんうん、アスペジのさっきガバッてしてた、はい、割と
アスペジ、K3B、ムーレぐらいの順番でちょっとサイズ感がこう、うん、フィッティングが変わってきてるかなと思いますね。そして続いて行ってみたいと思うんですけど、次は紹介するのはドレステリアのやつなんですけど、はい、同じくホワイトグースダウンみたいなの使ってるんですが、はい、ダウンっぽく見えないんですよ。確かダウン、あれなんか線が入ってないですね、うん、そうなんです。後ろはおお内側に、はい、そうなんですよ。ここにもねホワイトグースダウンって使われてます。ハイクオリティって可愛いですね、うん、はい、ちょっとこれも着てみてください。なんかあのアウトドア用のシェルみたいですね。あ確かに、うんうんまあ、確かにそのモコモコがちょっと苦手っていう人もいますからね、うんうんうん、そうよりあのどん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 紹介するアイテムは少しモダンにしてってる。あすごい、外から見ると多分分かんないです。分かんないよね、ダウン着てるってね。なんかかなりスマートな感じですよね。で、こういうところは全部止水テープになってますね。あ、はい、結構モダンに都会的に見えますけど、スペックはかなりアウトドアに近いぐらいの、うん、そうですね。これはもう本当まさに都会で着るダウンって感じですよね、うんうん、これもだからこの首の立ち上がりとかかっこいいですからね。かっこいいですね。フードの形もこう見てもらえるとね、着た時のこの表情って大事ですからね。いや本当にダウンを着ているように見えないぐらいのスマートキリとした、うんうんまあ、後ろから見ても、うんうん、本当にあこの人ダウン着てるのかなって見えないですよね、うんうん、こういうものもあります。ただ同じようにダウンなんで軽量でしかもあったかい、うんうん、だからダウンつっても本当にいろいろあるんですよね。ありますね、はい、今回も違いを、ね、出しやすいように、はいまあ、あと、ね、スタイルクリニックの、まあ、カジュアルスタイルの基本である白 T、うん、黒デニム、うんうんうんまあ、黒 T 黒デニムみたいなこのベーシックなスタイルにボンと合わせたときにまあ東京っぽいというか都会的にかっこよくなるものをもちろん持ってきてるんですけど、なるほどですね。かなりまあね最初の割とトレンド感のあるものからこういうちょっともうなんていうんですかモダンな感じから結構あります。じゃあ最後に今日も聞いていきたいと思います。お二人の見解ですね。じゃあまず、天の声さんからいきましょう。僕ねノア君が選ぶの大体分かるんですよ。分かります。何ですか、はい、だから僕はそこ外していこうかなと、はい、答えは後で答えは後で。 KSEB やっぱあのそのうんちく結構グッときましたね。あーコールドスポットのところもダウンがこう入ってる、はい、超あったかいです、ね、はい、はい、あれはうんちく込みとあとそのちょっとマットな質感っていうのが、はい、なんか結構使い勝手良さそうだなと。この質感マットなんですけどちょっとこんな感じですかね。そうなんですよね。これ不思議な感覚なんですよね、うん、ちょっとねボリュームもねすごいですね。もちっとしてる感じ、うん、じゃあ天の声さんは K3B、はい、そしてじゃあノア君は当たるかな当たるかお僕は、うん、多分いつもの感じだと、うん、最近きれいめなんで多分ムーレーなんですよ。おお、ムーレ、うん、なんですけど、うんうん、ですが、うん、なんですが、アスペジ。おお、今着てるやつ。はい。おお、これ本当嘘じゃなく、俺絶対アスペジ選ぶと思う。俺が何言ってもそう言うんですか。いや本当に。その分の年代からするとこの。はい、ドロップ感の強いシルエットは多分好きだろうなっていう。ノア君若いからね。ノア君いくつだっけ今。今年27。27、うん、はい、まあ、ちょうどいいかな。そうっすね。でも真っ黒だったら、うん、大人が着ても40代の人が着ても、うん、全然いけますもんね。もちろんもちろん、うん、年代関係ないですよ、うん、その天の声さんが言ったみたいにテカテカ一回流行ったじゃないですか。そう、うんうん、ずっと結構ねマットな黒の方が多かったけど、多分何年か前に僕、うん、ダウン の, その広告でウィル・スミスがテカテカのを着てたんですよ、うんうんうん、であかっけえなーっていう記憶があって、でも買う機会がなかったので、うんうん、ちょっと今風の形で黒だったら、うん、これかなと、うん、ウィル・スミスにぶつけていく感じね。そう真っ赤着てましたけどね。ライバルだよ。ウィル・スミス真っ赤着てたんだ。はい、はい、ということで今日は2023年編ですね。書いておかないとちょっとあれですけど、秋冬編の、ダウンジャケットをお届けしました。キャッチコピーがただカッコつけて服着てるだけって書いてあるんですけど、はい、それはどういう。さっきやっぱ見てね、若干ちょっと靴が大きいんですよね。確かに。あちょっとネクタイが長い気がするんですけど、それはあえてってことですか。カジュアルでもダブルよく着る。それはネクタイしないで。そうです。そういう時はシャツですか。今日はですね、
かなり厳しいよ。言っときますけど敵ですから。そうですよね。プロデューサー栗原と申します。よろしくお願いします。どうですか、自信のほどは。自信はあります。自信しかないです。自信しかない、はい。それぞれのスタイリングを審査員の前でですねプレゼンテーションし、高得点を競い合うトーナメント形式のバトルです。ステップ4、朝日さんの得点です。皆様フリップオープンお願いします。今日一応とりあえずこれ持ってきますから。それ何のためにあるんですか。これはあの即退場。ありがとうございました。ありがとうございました。緊張でゲロ吐きに行って戻ってきました。大丈夫ですか。おえつが聞こえたんですよ、トイレから。緊張でゲロ吐いてきました。ティッシュ買ってきました。人生を変えられたんですよ。今日ももう一回人生変えに来た。なるほど、はい、一番待った。はい、どうも。それでは次の挑戦者出てこいや。これは盛り上がる企画だな。でもというわけでこの、編集長のスタイルクリニック動画の連載はですね、本誌のフォルツァスタイルの方の企画と連動しております。詳細を、ご覧になりたい方は本誌の方のフォルツァスタイルをご覧になってください。そしてさらにですねハッシュタグ、洋服の服に魂と書いていただいて服魂と書いていただいて皆さんですね自分のスタイルをインスタグラムにアップしてください。でその時に福魂ってつけていただいた方にはですね、我々がその中から記事をピックアップして皆さんのコーディネートとかを全部紹介していきたいと思います。ですのでハッシュタグ福魂とか言っていただいてインスタグラムの方をアップしてください。そしてさらにですね、今回着てるような洋服ミニマルワードローブと連携しましたのでそちらの方で買えるものも非常に多いです。ミニマルワードローブは僕が好きなものだけを集めているセレクトショップなんですけどそことスタイルクリニックそしてフォルツァスタイルというのが連携し始めました。ですのでここで見たものが買えるようになりますのでぜひですねご覧になっていただければと思います。ということで、皆さん次回もお楽しみに。ということで今日もありがとうございました。またお会いしましょう。この辺で。あ、すごいなこれ。あらゆる女性にモテる鉄板です。ロック袋のウェブ系魂星葉さんと私ともこれお宝ですよ。うわすごい。